Hello, Mako sensei です。Today is March 2nd, Saturday. It is cold. 今日は3月2日土曜日です。今日は寒いです。cold, 寒いっていう表現です。Okay, では、Are you happy? っていう表現ね。あなた幸せですか?って聞きました。で、それに対する答えね、yes to no で答えます。Are you happy? Are ここ最初の文字は大文字です。Are you happy? 聞いてるから question mark ね。じゃあ、はい、私は happy です。Yes.コンマ、これがとっても大事だす。大事です。Yes, コンマ、そしてここにスペースを残して、I、当然大文字。ここも当然スペース。Yes, I am. Yes, I am happy. 英語ではね、とにかく同じ言葉を同じ単語を繰り返すことを嫌います。で、Yes, I am, ピリオドね、ここ。だけど、何が省略されてるの?時々ね、会話上でよく聞くことがあります。Are you happy? と聞かれて、Yes, I am happy.Yes, I am very happy. で、ちゃんと繰り返す、繰り返して強調する人もいます。その時、その人によります。Yes, I am って言ってるけど、happy がね、省略されてますっていうことをちゃんと分かっておいてください。Okay, next. No. Are you happy? に対して、いいえ。No. 文章が始まるので、N は、大文字です。コンマ、重要。スペース、I am not。I'm not。I am を省略して、I'm not でも構いません。だけど、これね、アポストロフィーを忘れないように。で、同じこと。No, I'm not happy. No, I'm not happy. But, happy をいちいち繰り返さなくてもいいから、No, I'm not. で、ハッピーじゃないんだなっていうことになります。ここもピリオドね。文章の終わりにはピリオド。文章の始まりは必ず大文字。疑問文、聞いていようが何か言っていようが、とにかく文章の始めは大文字です。答えでも、はい。いいえ、yes, no. ね、文章の始まりであれば、ピリオドがあって、次に始まる文章は必ず大文字から始めること。ね、yes, no. で、このコンマがとっても大事です。Okay? Are you happy? Yes, I am. No, I am not. No, I'm not.今日はこれだけです。Alright, I love you. Stay warm and happy March. 3月です。We will have lots of good time. Okay, I love you again. じゃあね。おやすみなさい。